本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。この動画は、堀口くんが2024年2月26日に投稿した、恨み節お気持ちノートを要約して反論する動画、パート2です。パート1をまだ見ていない場合はそちらを先に見てもらった方が、楽しめるかと思います。さて、それでは早速、堀口くんのノートから引用していきます。島空茜は、東方が非公開の裁判手続き仮処分命令申し立て事件及び、発信者情報開示命令申し立て事件のため、裁判所に提出した文書を無断でウェブサイト X 及び、ウェブサイトノートに転載し、東方の功労権及び公衆送信権を侵害しました。陳述後の裁判書面に関しては、基本的に著作権がありませんので、表に出しても問題ありません。もろちん、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる内容を、黒塗りせずにそのまま公開すると、訴えられて負ける可能性もあります。また当たり前ですが、閲覧制限がかかっている部分をボロン、するのはダメです。ただ、仮処分裁判などは、非公開で行われるので、書面などを出すのは基本的に NG です。なので仮処分裁判では、島空茜様が販売しているのは、自分側の書面だけで、堀口くんの書面は売っていなかったはずです。ただし、書面の内容を要約して紹介する分には、おそらく問題ないはずです。というかそれがダメだと、書面の感想について語るのも NG、ということになってしまいますから、確かに島空茜様は、書面のごく一部を出していた気がしますが、本人も訴えてこいよ、という感じでしょうし、あれで不満があるなら、どうぞご自由に訴えればよいと思います。むしろ島空茜様は、堀口くんに配慮して、書面の原文はごく一部しか出しておらず、もし裁判になった時に、ダメージが最小限になるようにしています。なので、書面の件で島空茜様を訴えたとしても、買ってもよくてせいぜい10万円、下手したら数万円程度、といったところでしょうか。かける労力に対して、全く割に合っていません。堀口くんも、小林 T の動画や他人の投稿などを、SNS 上に転載しているのですから、多少の転載は多めに見ても良いのではないでしょうか。もろちん法的措置を取るのは自由ですよ。島空茜は、東方の人格権や著作権を侵害するウェブサイト X の投稿記事を、リポスト、旧リツイート機能を使用して拡散し、東方の人格権ないし著作権を侵害しました。そうなんですか。時と場合によっては、リポストでも違法とみなされる場合があるそうですよ。よかったですね、堀口くん。それが本当なら勝てるんじゃないですか。訴えましょうよ。裁判で白黒つけましょうよ。パンダだけに。以上の通り、島空茜及び島空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、東方について根も葉もない噂を流布して東方を貶めたり、東方の名誉感情やプライバシーを侵害したりする言動を繰り返しました。その上、島空茜及び島空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、東方の人格権のみならず著作権をも侵害しました。まだ島空茜の支持者が、とか言ってるんですか。敵を見誤ってはいけません。堀口くん、もはや島空茜様が関係ないところで、勝手に戦線を拡大して、騒ぎを大きくしているのが堀口くんじゃないですか。あと、同じことを何回も言うの、やめてもらっていいですか。おけるにおける、の系譜、やめてください。なお、東方に対する権利侵害は、後半に及び、ウェブサイト X のみならず、ウェブサイト YouTube 及びウェブサイトノートを中心に、ウェブサイト5チャンネルや各種ブログサイトでも発生しました。また、ウェブサイト YouTube 及びウェブサイトノートにおいては、東方を吊るし上げたり、こき下ろしたりするコンテンツの公開によって、金銭を稼いでいる発信者も次々に生まれています。このような一連の権利侵害は、とても東方が許容ないし、感受できる範疇を超えています。どうやら堀口くんは、堀口系 YouTuber が続々と現れて、監禁しまくっていることに対して、よく思っていないようです。もろちん気持ちはわかります。しかし、もともと批判というものは、特に悪いものではありません。というか、批判することが悪いことだと思っている人が、多すぎです。批判というものは、物事の悪い面を指摘して、改善を促すという役割もあるのです。日本は、中国やロシアのような、権威主義国家とは違って、自由で開かれた社会ですから、ある出来事に対して、ある人が語った、その内容に対して、別の人が批判をする、これは悪いことなのでしょうか。むしろ批判をすることは自由な言論活動の一環であり、とても健全なことです。堀口くん自身も X で他人を批判しまくっています。また批判は良くないという言論自体がすでに批判です。批判するのがダメという世の中になれば、まるで管理社会のディストピアのような、自由に物も言えない社会になってしまいます。もろちん、誹謗中傷はいけませんが、堀口くんが YouTube 上で受けている批判の大半は普通の言論ですよ。インフルエンサーに意味不明な絡み方をして、その後も社会に迷惑をかけるような最悪な行動を延々と繰り返していたら、批判が集まるのは当たり前のことです。むしろ堀口くんに対して批判意見が出ること自体が健全な世の中である証拠です。堀口くんのような周りのことを一切考えない、自分本位な生き方をしている人間をこぞって肯定する社会の方がおかしいです。おかしなことをしている人を健全に批判してお金を稼ぐ、果たしてこれは悪いことなのでしょうか。少なくとも私はしっかり稼いで納税して、無職の自称学生よりもはるかに多額
の税金を納めて、日々社会貢献に勤しんでいます。むしろ堀口くんが監禁されているこの状況は、自由で開かれた社会特有の状況であり、日本の社会が健全である証拠というか、平和だなぁとすら感じます。ところで堀口くんは、大量の開示請求をしているそうですが、本訴訟まで行ったケースは何件あるのでしょうか。先日弁護士にも確認しましたが、開示請求だけしてその後の裁判をしないというのは、やはり問題があるそうですよ。今空茜によって東方の電話番号及び電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが東方の指名や連絡先を使用して東方を装いながら、なりすましによって、EC サイトで東方の実家であると断定された住所に宛てた商品を注文しました。また、この他にも、何者かが東方の指名や連絡先を使用して、引っ越し業者への見積もり依頼、法律事務所や結婚相談所への相談申し込み、不動産情報サイトや進学情報サイトにおける使用請求、アルバイト求人情報サイトにおける求人応募といった嫌がらせ迷惑行為に及びました。これは許しがたい行為です。犯人が一刻も早く捕まることを願っています。堀口くんは、暇空茜による個人情報の公開に続く、暇空茜を支持していると見られる人物による、嫌がらせ迷惑行為、と称しています。あたかも暇空茜様の支持者がやっている、というような書き方です。確かに暇空茜様の支持者がやっているという可能性も、決して否定はできないのですが、それなら暇空茜様とバトルした人全員に、嫌がらせを行っていないとおかしいんですよ。でもなぜかそうではありません。それに、堀口くんは暇空茜様と出会う前に、メールボムによる攻撃を受けています。なのでおそらく、堀口くんのところに来ている嫌がらせは、暇空茜様とは関係ないのではないでしょうか。もろちん、暇空茜様の支持者がメールボムを見て真似している。という可能性もゼロではありませんけれども、というか、堀口くんならそう主張し始めそう。暇空茜によって、東方の電話番号及び電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが東方の指名や連絡先を使用して東方を装いながら、なりすましによって、政治家、芸能人、弁護士、研究者といった多くの人物に当てて丸外や襲撃を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。あらら、妙ですね。堀口くんは暇空茜様と出会う前から嫌がらせを受けていたのに、メールアドレスを公開されてから、嫌がらせが発生したと。私は今、ある可能性を思いついてしまったのですが、それを言うのは社会的によろしくないので、胸の中にしまっておきます。それにしても、すごいタイミングですね。また、英国国内においても、何者かが東方の電子メールアドレスを使用して東方を装いながら、なりすましによって、大英博物館及びタワーブリッジの爆破や爆弾の設置のほか、幼稚園の襲撃や園児の大量丸買いを予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。これもひどいですね。暇空茜によって、東方の電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが東方の電子メールアドレスに当てて、丸ね、早く自丸してよ、といった数百件の電子メールを数件にわたって送信しました。暇空茜によって、東方の電子メールアドレスが無断で公表されてから、何者かが東方の電子メールアドレスを使用して、公共機関地方公共団体のほか、独立行政法人日本貿易振興機構や日本赤十字社、放送局、出版社、風俗店のメールマガジンやメーリングリストに大量に登録しました。この結果、東方は約20万件の電子メールを不本意に受信することとなりました。暇空茜によってメールアドレスを公開されてから、としつこく何度も何度も言っています。これはもしかしたら、やはりそうなのでしょうか。なんかこう、元から嫌がらせを受けていたのに、暇空茜様のせいで悪化した、という風に持っていきたいという感じが、ビンビンに伝わってきます。暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる、不特定多数の発信者が東方について詮索し、真偽を問わず東方に関わる情報を公表した結果、東方の実家であると断定された住所に当てて、何者かが東方について、共産党の赤友に食い物にされているとか、ホビッチョ、学歴詐称、ガシマンテ、ゴキブチゴキとしと述べるハガキを送付しました。その上、このハガキには東方の似顔絵とともに英国やデキン中とのコメントとソープランド英国屋の電話番号が記載されていました。いろいろと突っ込みどころが多すぎる。確かに嫌がらせはダメですし、実家に手を出そうとするのは最低です。しかし、例の人に限って言うと、ただ堀口くんの現状を、両親に知らせたかっただけだと思うのですが、例の人はむしろ、堀口くんを救いたかったのかもしれません。というよりは親を救いたかった。確かにやり方には賛同できませんが、例の人に対する堀口くんの言動も、いかがなものかと思います。また、東方に異性として好きと告げた人物が、東方の実家であると断定された繰り返し電話をかけ、東方について、社会に迷惑をかけ続けていくと思います。左翼思想みたいで、ネトウヨ批判をされているようですとか記載したり、東方が詐欺をしている、風俗に資金を使っている、刑事罰に問われる犯罪に走る可能性が高い、胸を述べたりする複数の書状を送付した。ああ、失礼しました。例の人とは、こっちの人のことです。これを見る限りでは、事実かどうか定かではない情報も、怪文書に記載されているようです。こういう怪文書がいきなり送られてきたら、親族の方々は警戒してしまうでしょう。家族や親族に怪文書をいきなり送りつけるのは、迷惑です。しかし堀口くんの場合は特殊です。堀口くんは家族や親族などの、近い人から止められない限り、暴走を続けて、最終的に破滅するのでは、
例の人は、そんな心配をしていたのではないでしょうか。まあ、堀口くんは王なので、たとえ家族から何を言われようが、陣は変わらぬ、と答えるでしょうけれども、暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる、不特定多数の発信者は、東方に関係していると見られる人物や東方のことを知っていそうな人物に、東方に関わる情報を求めたり、東方を貶める情報を送信したりする行為を繰り返しました。この結果、東方の友人知人は暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる、不特定多数の発信者から、大量のメッセージを受信することとなりました。こういうのも良くないですね。ただあれだけ派手に迷惑なことをして、大炎上していたら、関係者に連絡が行くのは当たり前のことです。もろちん連絡するべきではありませんよ。なんかねえ、ここまでの文章を見てて思うのは、堀口くんは大炎上して、どんどん追い詰められてピンチになっているのに、どこか他人事というか、あんまり危機感がなさそうな感じがします。現実逃避して、考えないようにしてるだけなのか、それとも本気で危機感がないのか、それはわかりません。悪いことや迷惑なことをしたから、今炎上している。という自覚も全くなさそうです。頭おかしなるで。ちなみに堀口くん的には、CP のガバガバ開示を通しただけで、しつこく何十通もメールを送り続けるのは、セーフなのでしょうか。笑い。暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、東方に対する誹謗中傷やインターネット認知を批判した人物や、東方への連帯を表明した人物に対し、東方を貶める情報を送信したり、大量の嫌がらせ、迷惑メールを送信したりする行為を繰り返しました。嫌がらせはダメですが、堀口くんと関わった人に対して、彼と関わると炎上しますよ。と釘を刺すことは、むしろ良いことではないでしょうか。優しさに溢れた助言ではありませんか。何も知らずに堀口くんと関わって、炎症することを事前に防いでいるのです。素晴らしいファインプレイですよ。堀口くんからすれば、面白くないことかもしれませんが、最悪、悪質ハッカーから犯罪行為のターゲットにされるかもしれませんし。というか、裁判から逃げ回って、仮処分をガン無視している状態で、平気で他人と関わろうとしないでください。一体何を考えているのでしょうか。自分がやっていることがダメなことだという自覚が、全くないのでしょうか。この結果、上述の方々は、暇空茜を支持していると見られる、不特定多数の発信者からのメッセージや、なりすましによってメールマガジンを登録されたり求人に応募されたりした、企業店舗から大量の電子メールを受信することとなりました。以上の通り、東方は、暇空茜によって個人情報を公開されてから、暇空茜を支持していると見られる指名不詳の人物によって指名や連絡先を無断で使用され、様々な嫌がらせ迷惑行為の被害を受けるに至りました。また、東方の親族や友人知人のほか、東方に連帯してくださる方々も、深刻なメッセージや電子メールを大量に受領する結果となりました。あまりにも卑劣な犯行です。犯人は懲役ヤクザ年でお願いしたいところです。いやー、犯人は一体誰なんでしょうねー。気になりますねー。そういえば、カルピス軍団の中に、警察から電話がかかってきた人が、いるとかいないとかいう噂もあります。もしかしたらカルピス系のハッカーとかが、犯人かもしれません。上述の通り、東方は、2023年3月上旬から、長期にわたって暇空茜及び、暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者から、人格権他権利を侵害され続けました。この、2023年3月から、という表現、確かに嘘はついていません。しかし、メールボムが、暇空茜様と出会う前から始まっていることについては、一切触れずに、まるで暇空茜様と出会ってから嫌がらせが始まったかのような、誤解を与えるような文章です。意図的に誤解させようという意図が、ビンビンに感じられるので、この記事は失当です。いずれも東方に対する公正な意見論評ではなく、東方に対する人格攻撃やバッシングを起とした誹謗中傷や罵詈雑言であり、これらの言葉を浴び続けて、インターネットリンチの被害に苦しんだ東方は、2023年9月10日に、ウェブサイト X にもう辛くて耐えられません。まるんで楽になろうと思います。と書き込んだ直後に、自宅で自丸未遂を図りました。突然ですが、マダームフラワーさん、炎上するたびにが突したり、未遂を繰り返す人について、どう思いますか？マダームさんお答えください。いや、確かに堀口くんに対する投稿の中に、行き過ぎたものがあったことは事実です。しかし悪質な誹謗中傷は、全体のほんのごく一部しかありませんでした。むしろ、他の有名人に比べたら、堀口くんに対する投稿なんて、全然優しいものですよ。というか下手したら、私の方が堀口くんよりもはるかに、誹謗中傷を受けている可能性すらありますからね。堀口くんが受けているのは、誹謗中傷というよりは、あまりにもおかしな言動に対する批判がほとんど、のように見えるのですが、違いますか？堀口くんは、過去に自業自得で炎上した時にも、未遂をしています。都合が悪くなると、同情を誘うために、未遂をするのは、命に対する冒涜なので、やめましょう。そういうことをするのは良くないです。あくまで一般論ですが、知能レベル高い人ほど、誹謗中傷をする確率は低いです。一方で、知能レベルが低い人ほど、ラインがわからないので、誹謗中傷する確率が高いです。堀口くんを批判している人たちは、まともな人が多い印象です。平気で社会に迷惑をかける人間を嫌うのは、大人なら当然のことですから。一方で、堀口くんを擁護し、暇空茜様を批判している人は、知能レベルが低い人が多いです。X や匿名掲示板の投稿を見ていても、それは明らかです。
反論がある人いますか？そして、そういう知能レベルが低い人は、アウト発言を平気でします。現に、暇空茜様が訴えていないだけで、確実にアウトを取れそうな書き込みは、結構ありますよ。堀口くんに対する意見は、正当な批判が多く、誹謗中傷は少ないです。一方で、暇空茜様に対する批判は、イチャモンのような批判も結構あって、誹謗中傷もそこそこ多いです。訴えることで、抑止力にはなっているものの、それでもアウト発言をする人は一部います。なので、もう少し自分の状況を客観視してください。そして、狼少年の話を学んでください。東方は一命を取り留めたものの、暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者によって、人格権を長期にわたり著しく侵害ないし毀損され、自ら命を絶つほどの精神的な苦痛と打撃を受け続けました。ちなみに、堀口くんが赤坂夫婦したのが、2023年9月9日のことです。そして、ガトツからの未遂、個人情報ボロン、というコンボを決めたのが、赤坂夫婦の翌日の、9月10日です。赤坂夫婦した翌日に、未遂するのか、困惑。どういう心境なんですか？何があったらそうなるんでしょうか？もしかしたらこの日、何かあったのかもしれません。赤坂夫婦。というのは、めちゃくちゃ攻撃的なムーブじゃないですか。その翌日に未遂をしても、同情されるわけがありません。上述の通り、暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、東方を詮索するために、KCL における東方の同窓生や関係者に、大量のメッセージを送信しました。また、東方は KCL から発行された電子メールアドレスを暇空茜に無断で公表された結果、東方に KCL から発行された電子メールアドレスを何者かが使用して東方を装いながら、なりすましによって、大英博物館及びタワーブリッジの爆丸や、爆弾の設置を予告する電子メールや問い合わせフォームのメッセージを送信しました。これらの結果、 KCL における東方の学業や学生生活に多大な支障が発生しました。はぁ、クソデカため息。なんかもうだん込むのも面倒くさくなってきました。はいはい、そうですね。 KCL の学生生活に支障が発生して大変ですね。皆様もこういうことをするのはやめましょうね。 KCL に在籍しているかどうかについては、堀口くんが KCL の名前を使って DMCA を飛ばしているので、その件から誰かが在籍しているかどうかをすでに確認しているという可能性も。おっと、これ以上はやめておきましょうか。もし真実を知っている人がいて、その上でずっと泳がせていたのだとしたら、ウケる。上述の通り、暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、東方を詮索するために、東方に関係していると見られる人物や、東方のことを知っていそうな人物に東方に関わる情報を求めたり、東方を貶める情報を送信したりする行為を繰り返しました。ここ、なんかじわる。暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者は、この過程で、東方と関係のある人物を攻撃したり、詮索したりする投稿記事を送信しました。この結果、東方のみならず、東方の友人知人も、人格権や著作権を侵害されることとなりました。堀口くんに友人がいるかは別にして、それは許せませんね。カンパを集めて訴えましょうよ。あ、もう集めていましたか。あれ、カンパでお金を集めたのに、暇空茜様への請求を取り下げたみたいですが、それは大丈夫なのでしょうか。ただ、堀口くんと関わりがあるというだけで、あれこれ詮索すると迷惑ですので、皆様も KCL 学生や関係者に詮索するのは、控えていただければ幸いです。以上の通り、暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者によって、東方には取り返しのつかない、多大な損害が発生し続けています。暇空茜様から和解勧告を受けた時に、和解しておけば、ここまで追い込まれることはなかったのに、残念です。堀口くん、かわいちょ。まあ、あそこで和解するようでは、堀口秀俊ではありませんから、やると決めたからには、男ならぜひ最後までやりきってくださいよ。堀口くん、しかし早速ノートで延々と恨み事を吐いているのですが、これからの戦いは大丈夫なのでしょうか。いきなり心配になってしまいます。以上の通り、暇空茜の投稿に対する言動は、暇空茜のウェブサイトノートに送信した投稿記事に関わる投稿による批判への反論や対抗の範疇を大きく逸脱しており、もはや単なる言い合いと言えません。たとえ投稿が暇空茜を批判する言葉が強かったとしても、およそ暇空茜及び暇空茜を支持していると見られる不特定多数の発信者の言動には正当化の余地がありません。正当化の余地がないというのは、具体的にどういう言動のことでしょうか。具体的に示してください。堀口くんは
明らかに堀口くんのことを指していない投稿にも、大量に開示請求をかけて、示談金を要求しています。そんなことをしている人間が、私は誹謗中傷を受けていますと言っても、本当なのか疑う人が出てくるのは仕方ありません。以前から何度も言っている通り、悪質な誹謗中傷は訴えるべきです。しかし、合法的な批判は受け入れるべきです。堀口くんは、合法的な批判と、明らかに違法な批判の区別が、そもそもついていないのではないでしょうか。堀口くんの、最初の暇空あかね様への発言。あれはおそらく裁判でアウト取られますよ。9割方堀口くんが負けると思います。あの発言を正当化していること自体が、堀口くんはリーガルラインが甘く、批判と誹謗中傷の区別がついていない、何よりの証拠です。投稿が、暇空あかねによってウェブサイトノートに送信された投稿記事や、暇空あかねの言動を強い言葉で非難したからと、例えばウェブサイト X のスペース機能での対談を強要されたり、この対談を断ったからと、身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑されたり、書類を偽造した、風俗店でトラブルを起こして出入り禁止になった、と根も葉もない噂を流されたりない理由にはなりません。いやー、違うんですよ堀口くん。そうではありません。暇空あかね様を初手で中傷したり、スペースから逃亡したこと自体は最初のきっかけに過ぎません。それはただの堀口くんが注目されるきっかけの一つです。その後堀口くんが炎上したのは、堀口くんが堀口秀俊だからです。初手で中傷したから、スペース逃亡したからと言っている時点でなんかずれてるんですよ。また暇空あかねの扇動によって、暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者も、東方に対する権利侵害を繰り返しています。確かに、東方は暇空あかねによる権利侵害に先立って暇空あかねを批判したものの、暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者については言及しませんでした。すると、東方と暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者との関係において、先に権利を侵害したのは、暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者です。東方と暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者との関係において、暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者による権利侵害について、正当化の余地は存在しません。つまり、暇空あかねによってウェブサイトノートに送信された投稿記事を東方が批判したことを口実に、暇空あかね及び暇空あかねを支持していると見られる不特定多数の発信者が逆上したに過ぎません。暇空あかね及び暇空あかねを支持していると見られる不特定多数によって、東方が長期にわたって権利を侵害され続けなければならない理由は微塵も存在しません。これはあかんっすよ。自分がなぜ炎上しているのか、全くけほども理解していない人の文章です。だから、誰が先に喧嘩売ったとか、もはやそういう次元の話ではないです。堀口くんがただ、変な言動や、迷惑なことをして、周りから嫌われて炎上しているだけです。おかしなことをして、普通に炎上しているだけです。それだけの話でしょ。何を被害者ぶってるんですか。おめえ2回も和解を欠ってんじゃねえか。冗談はよしてくれ。ちなみに、学習院告発サイトこそ、堀口くんが言うところの、長期にわたる権利侵害、の典型例だと思うのですが、告発サイトは消さなくて大丈夫なんですか。笑い。最後に自前の広告が流れます。突然ですが皆様、Amazon Audible というサービスをご存知でしょうか。プロのナレーターが朗読した本をアプリで聞けるサービスです。移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができ、オフライン再生も可能です。非常に便利なサービスなのですが、月額料金1500円と、お値段は高めです。1500円、うせやろ、ぼったくりやろこれ。しかし現在なんと、2ヶ月無料体験キャンペーンが開催中です。キャンペーンは2024年2月29日、木曜日までです。ぜひこの機会に、無料で試してみてください。お金を払いたくない場合は、体験期間が終了する前に、解約するのをお忘れなく、詳細は概要欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。